フットサルの試合風景相模原市立総合体育館は神奈川県相模原市南区にある体育館。相模原市に本社を置く株式会社ギオンが2019年に命名権を取得し、同年4月1日から相模原ギオンアリーナの故障を用いている。市民のスポーツレクリエーションの振興を図るために1981年11月にオープンした。施設は 相模原市が所有し、2006年4月1日から指定管理者制度により、公益財団法人相模原市都市整備公社に運営管理を委託していたが、2014年4月1日から相模原市町緑公社になったため同公社に変更された。年間利用者数は40万人を超える。2008年10月から改修工事が行われ、2009年10月に、 リニューアルオープン。周辺には、相模原浅溝公園や相模原公園などがある。なお、中央区には、名前の似た相模原市体育館が存在する。2019年2月1日、相模原市中央区に本社を置く、物流会社のギオンが、命名権を取得し、相模原市とネーミングライツに関する契約を締結した。2019年4月1日からの3年契約で、 相模原ギオン・アリーナの故障を用いている。1998年開催の神奈川、夢国体では、バレーボールの一部競技を実施。2004年8月の新日本プロレス G1、クライマックスでは、開会式などが開催された。その他全日本プロレスでは1985年4月23日、NWA 世界ヘビー級選手権試合、リックフレア VS 力の試合や、 1986年9月20日ジャパンプロレス、長州 VS スーパーストロングマシン戦が日本テレビ系で生中継された。2007年には F リーグの湘南ベルマーレタイペスカドーラ町田の試合が行われたほか、V リーグ、JBL、大相撲巡業などが開催された。2012年には全日本社会人体操競技選手権大会が開催され、 ロンドンオリンピック金メダリスト内村公平が出場した JR 横浜線小淵駅小田急線相部大全駅などからカンナ中バス総合体育館前下車ありがとうございます